どうも、ウイスキー同好会です。いつもご視聴ありがとうございます。にゃーいにゃ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 ー、はい、やってまいりました。酔っ払ってんの？酔っ払ってます。早いね。いや、っていうか、はい、今回案件です。案件？俺の俺の案件。ほう、ベニシマ。よし、ということでやってまいりました。今回ですね、はい、我々なかなか買えなかったあのハイボール缶、買えなかったハイボール缶、入手しました。はい、はい、今日のハイボール缶はこちらです。めっちゃおすすめ。カバランバーカクテルシングルモルトハイボール、よいしょ。先輩、はい、今さら今さらなんですけど、はい、とある主販店さんから、ナポさんこれおすすめっす、持ってってくださいって言われました。うん、で、何がって言ったら、カバランのハイボールって飲んだことありますって言われたんで、うん、僕飲んだことないです。じゃあどうぞ。これ美味しいって噂はね、いろんなところから聞いたよ。そう、実は2ヶ月ぐらい前から、あの有名 YouTuber さんとかには本当の、案件は来てあったと思うんですけど、僕の案件っていうのはメガネ主犯の仕入れルートの案件なんで、これメガネ主犯仕入れ、そう、メガネ主犯が仕入れた下げのおまけですなんで、はい、まあ軽くちょっとレビューしてみようかなと。わかりました。これは本当に美味しいんか美味しくねんか、はっきりさせてやろうやっていう。なるほどですね。俺は怒ってる。あ、でもここに書いてあるカバランの絵を見ると、あのシングルモルトのカバランの絵っぽいですよね。これやな。それですよね。これこっちか。はい。ナンバーワン？こっち。どっちだ。いや、それです。こっちか。よし、これが。あ、はっきりさせようよ。うまいんかうまくねえんか。あ、忖度あるやろ。な。わからないですけど、じゃあ行きましょうか。俺は怒ってる。よし。よし。ナポさん、うん、カバランなのにサントリーグラスで飲むんですか？なめんね、日本のウイスキーよすごいフルーティーな香りしますよ。すごいな、そんな入れる？きっちり入りました。すごい炭酸が跳ねてる。俺もきっちり入れる。同じ量入ってんのかな？同じでしょうね。もうきっちり入ったわ。じゃあいただきます。炭酸がすごいですが、いただきます。本当にうまいんかな。ごめん、はい新幹線で飲みてあのや、東海道線乗るとな、新横浜からや、うん、あの名古屋までの距離えげつねえの知ってる？その間楽しみねえんだよ。唯一楽しみなのって小田原があたりで見えるカラフルな家と途中の富士山と、まあ浜名湖とかじゃんか、それシラフで楽しいかっていう話がこれだよ、東海道線に欲しいハイボールウイスキー。まあ、カバラン風に言えばトロピカルですよね。トロピー、うん、で正直、まあ、これ皆様には伝わらないと思うんですが、まあ、メガネ主犯ってね、やっぱダメなんですよ。忖度バリバリだから。なんで何が言いたいですか、ぬるいんですよこれ。おわあの正直すごい今ぬるいの。いやダメだ、冷えてるテリーって冷えてるテリーなのに美味しいんですよ、ぬるくても。おわ、あのマジの話、ちょっとね、あのゴム臭さはあるし、いわゆる好みが分かれるような、だしでもシェリーダルのなんかも使ってると思うんだけど、いやこれうまいわ。え、ドライって書いてあるし、やっぱちょっとドライ感もあるというかね。カバランもうちょっと甘いじゃん。甘い、でもちょっとさっぱり。いやーこれちょうどいいや、絶対俺マジで
いや、はい。小田原から、小田原から。うるさいんだよ、小田原、小田原って。東海道で絶対売ったらバグレするウイスキーだ、これ。いや、マジうまい。しかもこれ1本200円ちょいでしょ。そう、安い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 。だからその、白州とか山崎ハイボール缶よりも、しかもシングルオルトでこんだけうまいってなると、うん、これプロデュースした人天才だな。ちょっと氷欲しいです。ちょっと氷入れてみよう。はい。はい、それではちょっとロックハイボールにしてみました。はい、香りは、ね、特に感じないんですよ、これ面白いのは。なんか木の匂いするんですよね。樽の匂いかな。あ、でも氷入れたらドライになりましたね。わかった。これや、うん、大手町で新幹線乗ってウイスキー我慢して品川で2本買うのよ、カバラン、うん、で、品川で買ってあげて飲みます、缶のまま飲みます。で、新横浜で先生、氷ください、プラス山崎もチャイチーヌくださいっつって、意外とこれ思ったんだけど、山崎の12年ちっこいやつあるじゃんか、うん、こんだけ味しっかりしちゃったら山崎振ろうとしてもうめんじゃね。やってみようぜ。山崎12年見つけました。これを振ろうとしたら、うん、東海道スペシャルが生まれるんだよ。じゃあ東海道売ってっかわかんねえけど、いや多分売ってないと思いますよ。なんかでもカバラのどっかで飲んであったよ、新幹線の中で。あれは乗る前に買った。あ、そう、乗る前に。じゃあカバランさん、山崎12年ちょっとだけうまいんちゃう。なんかあのモルトの物足りなさってあるじゃん、カバランって。正直トロピカルに振ってくから、おこれ見れる人は真似しない方がいい。ダメだ。これ入れた方がいいですよ。まあ、いや、確かに正解なんだけど、コブランに山崎12年足すと、岡山まで行っちゃう。そしたら岡山でまた岡山買わなきゃいけないです、ウイスキーね。新大阪が乗りすぎる。もう本当に、ファーンって行っちゃうわ。でも、これうまいわ。でも正直な話すると、これ、ぬるい方が美味しいかもしれない。ああ、でもそうかもしれない。ものすごいあのパインみたいな甘みを感じて。ノーマルだとパイナップルっぽいね。うん、ああ、確かに。パイナップル。氷入れない方がいいかな。なんか昔さ、限定でファンタのパインってあったの覚えてる？あら、わかるわかるわかる。なんかそれっぽかったもん。炭酸はそんなに強くなくて、プチプチ感が細かいんで、飲みやすいし、で、いや、言うよ。はっきり言うが。うん、割り酔いする。それは分からんけど、飲みすぎる。でも飲みすぎる。なんか氷入れたらやっぱ一気にこのドライ感出て、なんか正直ぬるい。ぶっちゃけ今山崎混ざってっからな、何のあれもないけど。どうよ。でも水菜らとカバランってどうよ。まあでもタルコがあってもいいじゃんってとこはあるでしょ。で、確かにそれ分かるわ、うん、遊ぼうぜ、ウイスキーで遊ぼうぜっていう感じがこれにはある。でもこれが200円ちょいで買えるんだったら勝ちやな。まあ正直山崎とか金白州とかのハイボール缶より美味しいよね。うまい、うん、じゃあそもそもうまいからこそなんかいろいろこう大人心で遊んじゃうっていうか、あくまで子供心ねで遊んじゃうっていうか、別に遊ぶ必要はないと思いますよ。これまんま飲んで非常に美味しかったんです、皆様。なのであの彼のよくわかんないのは付き合わなくていいんで。ただですね、若干こいつを振ろうとするのはありだと思いますよ、彼、これを。こっちは？それは大丈夫です。でも、キダル感すごいじゃん。そしたら、まあ、樽に入れちゃう？カバランを？いや、悪くねえと思うんだよな。東海道ブレン、ブレン、あ、ブレン、東海道ブレン。東海道売ってんじゃん、これ。
だから余韻はトロピカルですよ皆様。無視してくださいね。いや楽しい、おじさん楽しくなってきた、はい。メガネは酔っ払っております。崎陽軒のシューマイ弁当にカバランのこれとはこれということで、なんだかわからないですけども新幹線でおすすめウイスキーということでよろしいでしょうか。最高ということで、終始酔っ払いの相手をしてきましたが、このハイボール缶非常におすすめなので、よかったら買ってみてください。バイ。